仰天。コロナ禍で高騰していた懐かしのカセットテープ、1本18,700円。はい、これ10本で44,000円。一体何が起こっているのか。ハロー、長チューバーが向かったのは名古屋市千種区にあるリサイクルショップハードオフ。カセットテープって値段上がってるんですか。はい、高騰してます。カセットテープが令和に高騰。そもそもカセットテープが日本に登場したのは高度成長の真っ只中の1966年。オーディオメーカーのマクセルが商品化に成功しました。その後1979年に携帯型カセットデッキウォークマンが爆発的にヒット。しかし1990年以降には CD、MD などのデジタルメディアが登場。今では音楽のサブスクアプリなどに押され、カセットテープは過去のものでは。人気復活の事実を確認するため売り場に向かってみると、こちらです。あ、これですか。買った時は特価になるぐらいのものだったってことでしょ。これ、それが今やこの1本で4,400円。牛丼何杯。18,700円。はい、確認です。カセットテープ。カセットテープです。なんで。メタルテープ今生産されてないのと音が非常にいいので、それでプレミアがついてこのお値段になってます。店長もあんまり見ないんですか。見ないですね。もう5本目ぐらいですね。はい、じゃあ昨日これ持ってこられた時どう思われました。お、来たって思いやばいって思いあ、そのレベル。はい、ちょっともう骨董品のようになってきている。それがこちら、ソニーの高音質のメタルテープ。メインの購買層は50代以上だといいます。自らもカセットテープを愛用するという大西店長、その魅力を取材しナレーションにまとめてみると、クリック一つで何でもできるこの時代に、こいつは樹製のカセットを機械にセットしてボタンを押すとテープがくるりと回り、ようやく音楽を奏でる。めんどくさい。でもそこが愛おしい。ここで長チューバー気になるこんな質問を。店長、はい、家で断捨離する中でありそうな効果になりそうなもの何かありますか。ミニカーと金消しですね。金消し。金消しとは。金消しとは1983年後テレビアニメ筋肉マンのヒットに伴い発売されたガングルのことである。あの金消しが。フリマアプリのメルカリによると、家の中に眠っている不要品の価値は一人当たり28万円にもなるという気になる調査結果も。皆さん賢く断捨離してください。以上、長チューバーでした。